新作映画紹介シネマギークです。今回ご紹介しますのはシネマサンシャイン北島で見てきました大名父さんになりますけども、監督は前田哲ということで近年大活躍されております。陽気なギャングが地球を回すという2006年の映画もあったんですけども、やはり最近知られるようになったのはやはりこんな夜更けにバナナ通う愛しき実話、これ2018年ですけども、このあたりからだと思います。そして昨年あたりはもう本当作品がどんどん上映されました老後の資金がありません、天海祐希主演でした2021年、そして、もう一本、そしてバトンは渡された永野芽郁ちゃんと田中圭君ですけども、で今年で言うとロストケアがありました、長澤まさみ、松山健一、そして、現在も公開中です、水は海に向かって流れる広瀬すずの作品ですけども、コロナの影響で上映できなかった作品っていうのが一気に上映される流れになったというところはあるんだけども、様々なジャンルが上映されている注目の監督でもあります大名父さんですけども、出演は神木隆之介、杉咲花、松山健一、小日向文世、小手伸也などなどになるんですけども、まあ後で言いますけども、この出演している俳優陣が非常に面白く良かったですね。で物語の方なんですけども、越後二部山藩で生まれ育った小四郎神木隆之介は父の作る塩引き酒が大好きな人が良すぎる青年と、で実は徳川家康の血を引く仙台藩主の隠し子ということが分かるんだけども、そんなことも知らずに過ごしていた彼なんだけども、仙台藩主一個歳佐藤浩市から後継ぎとして呼び出され藩主になるというところから物語は一気に進み出すんだけども、実はこの大名の藩主となった小四郎に大名父さんの計画を一個歳から打ち明けられ、それも彼の思い描く計画なんだが、その計画の裏では多くの民が救われないことを知り小四郎は奮起するというのがこの映画の基本の流れになっておりますけども、これは原作がありまして、原作の小説をかなりうまく、そして丁寧に表現しておりますし、そこに演技達者な役者を過分なまでに配役として加えることで、まさにエンターテイメント映画として楽しくおかしくほろりとさせる痛快な作品に仕上がっております。で神木隆之介の演技のうまさはもう鉄板でございまして、そこに渋みとかっこよさが備わった佐藤浩市、ハリウッドに進出してもこういう大衆演劇的な作品に出る浅野忠信で、小日向文世などの役者がそんと揃い踏みすることでバカバカしいシーンも多々ありながらも楽しく最後まで見ることができる作品になっております。で神木隆之介の顔芸ともいえる困ったとかどうしようといったこの演技といいますか喜怒哀楽の顔の表情というのはファンならば見ているだけで楽しくなることは間違いないと思います。やはりしっかりとした演技を持っているだけありまして、どんな状況でも最後にはビシッと雰囲気を出せる役者として非常にさすがだなと、やっぱ神木隆之介はうまいなというのを感じる作品でした。でそこに杉咲花の可愛げでね、本当笑顔あふれる役どころは非常にヒロインとして際立ってた作品です。杉咲花に対して社会的に持たれているキャラクターという部分を見事に当てはめたような役どころになっておりまして、本当杉咲花のキャラクター性にぴったりと言っていいほどのハマり役でございました。であとはやっぱり佐藤浩市ですよね。貫禄も十分になってきましたし、演技力も十分ありますし、社会派映画に多く出演して渋みを感じる彼のポジションは本当日本の俳優の中でもトップクラスだと思うんですけども、そんな方がこういったコメディタッチの映画に出るっていうところも魅力の一つだと思います。例えば2016年にありました64という映画であったりとか、2002年にありました KT といった重厚感のある社会派映画とか、実話をベースにしたサスペンス映画でも佐藤浩市の魅力っていうのはあったんですけども、釣りバカ西シリーズのようなコメディ作品も出るというところも一つあって、そういった部分もこの彼のギャップによる面白さだとは思っておりますし、そういったギャップの部分も監督が彼をキャスティングした意図があるんではないかなと思ったりはします。でさらに松山ケンイチの役どころも非常に面白かったですし、これはもう松ケンだからできた役とも言えるところですし、そうさらに一言言うと、あの役で松ケンを使うという贅沢な使い方をしているのもこの映画の特徴でもあります。でそんな松山ケンイチを筆頭に桜田通りであるとか小日向文世とか小手伸也、石橋蓮司、宮崎あおい、近藤良平、勝村政信などなど、この映画の脇を固める俳優陣っていうのが全てと言ってもいいほどの一線級の俳優さんの方々であって、どの方もおそらく映画であるとかドラマであることで見たことがある人ばかりだと思います。そういった贅沢な脇役も含めた使い方っていうところもあって、コメディタッチ
チでありながらも経済視点もあったり、現在の政治への皮肉であったりっていうところもいろいろ描いてるんだけども、そういった、まあ、ちょっと皮肉であったとしても嫌味が少なく笑いに変えられる部分っていうものを含めたエンターテイメント映画に仕上がっております。これと秀作だと思います。でもう一つ、あの中でも桜田通りの役どころが非常に面白く、小四郎の兄役ではあるんだけども病弱というところ、実は神キュンと桜田くんというのはなんか仲の良い色らしくてですね、普段から仲の良い様子っていうのがスクリーンの画面からも伝わってくるっていう感じにもなっておりますし、あの彼をはじめとしまして出演するキャラクターのほとんどが悪い人じゃないっていうところもこの映画のほっこりした部分にもつながっていると思います。であと高田信彦の親バカ感も非常に良かったし、梶原善の癖のあるキャラクターもとても良かったし、浅野忠信の切腹バカのキャラクターも良かったなと思いますけども、あとやっぱり何といっても出演シーンはものすごく少ないんだけども、宮崎あおいの可愛さと美しさと母親らしい包容力ある雰囲気っていうのは本当癒しの冒頭だったなと思いますけども、こういった出演者の良さはもちろんなんだけども、そこを際立たせることができたシナリオもよく作り込まれているなと感じるところでもあります。あのオープニングから地元の、ね、川で獲れる鮭を塩に漬け込むという商品が出てくるんだけども、その父の作る塩引き鮭が日本一だと無邪気に語る少年から始まるオープニング、そこからトントン拍子に話が進んで、先代の藩主の隠し子である小四郎が藩主として様々な難題に取り掛かるというテンポのいい物語っていうところに、キャラクターの個性を見事に引き出して、濃ゆすぎるキャラクターそれぞれに見せ場を作ることで最後の最後まで飽きることなく見ることができるのもこの映画のポイントだと思います。で、あのポスター自体が非常に垢抜けた雰囲気で印象的なんだけども、実はそうコメディタッチも多いんだけども、シナリオの中身は政治を司る者の覚悟であったりとか、政治を司る者が何を考えて行うべきかを説いた社会的メッセージも織り込んでいるし、コメディタッチでそういった部分を皮肉るという部分が非常にまとまっていたと思います。あの昨今は様々な、ね、政治不信ニュースが流れたりしますし、政治の中心の者たちが国民のためにどういったことを本当にやるべきなのかを見失ってると言われても仕方ないような、様々な報道がありますけども、この映画の中で小四郎が取る手段にしても考え方にしても全てにおいてですけども、理想論的ポジションではあるんだけども、その理想に対して本気で取り組む姿を見せてくれるっていうところは、大人が見れば見るほど、現行政府に対する皮肉という部分も感じられますし、その皮肉が嫌味じゃなく、そして攻撃的じゃない、古来からエンターテイメントが持つユーモアを具現化するタッチで描くというところも一つ面白いところだとは思います。あの予告編などでは本当の面白さがなかなか伝わりにくくなっております。これは予告編が悪いのではなく、この映画自身が持っているポテンシャルが想像以上に面白く楽しいものであるがゆえに、30秒では伝わらなかったり60秒では伝えきれないのが一番正しい判断だと思いますので、映画でいうと本当全編通して楽しかった映画だと思わせてくれる作品に仕上がっておりますので、ぜひともこの映画の良さという部分は劇場で見て多くの方に共有をしていただきたいと思うところです。というところで今回はシネマサンシャイン北島で見てきました大名お父さんご紹介しました。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。